1971年度、京都産業大学講義録、第5回、1971年6月8日。こういう問題があります。人は一日一日をどう暮らせばいいのか、この問題は普通ならばあまり切実な問題ではありません。放っておいてもおのずからよろしきにかなうからです。自然に良いように人らしく暮らしている。ところが、今は普通の時じゃない。日本は終戦後アメリカから大量に、唯物主義、に、個人主義、を取り入れた。人は物質的自然の中に住んでいるというのは間違いであって、心の中に住んでいるんです。魚が水の中に住んでいるように心の中に住んでいる。ところがその心はもはや澄んだ水ではなく、大量に唯物主義、個人主義の入っている水である。そういう状態なんですね。ところで、唯物主義もそれから出てくる個人主義も非常に悪いんです。西洋人にも随分悪いらしい。離れて見ていて十分よくわかりませんが、水が濁った時魚が生きることに苦しむ、生きていくことが苦しいというありさまが、至るところに出ているように思います。しかし西洋人はまだ、これはもう、初めからこんな風なんですから、こういうものに対していわば抵抗力ができている。しかし東洋人はそうじゃない。これはごく近頃になって西洋から取り入れたものです。だから東洋人にとって、これは非常に害があるんですね。近頃新聞の、これは表題を見ただけで詳しいことは読んでませんが、生きていてもつまらないと言って大学生が自殺したらしい。また、これは一度話したことですが、もう一度繰り返す。芥川は個人主義の濁り水に住んでたんですね。そうしたら、芭蕉のこの句を見ると、山吹や傘に刺すべき枝のなり、この句は、通りすがりの人の庭に、枝ぶりのゆかしい山吹がある。そういう庭の主人公が懐かしい。こういう、いわば心の底の温かなような、そういう句なんです。貴重の情緒は懐かしさなんですね。ところが個人主義の心の中に住んでいますと、この句は、人は一人一人ここ別々である。人の世の底知れぬ寂しさと感じたんですね。それでこの句を織り込んで歌を作った、新体詩を作った。こし人、という表題、哀れ哀れ旅人は、いつかは心やすらわん、書き方見れば山吹や、傘に刺すべき枝のなり、さすがに上手、見るからに寂しい歌です。こし人、哀れ哀れ旅人は、いつかは心やすらわん、書き方見れば山吹や、傘に刺すべき枝のなり、そうして、それから2週間も経たないうちに自殺してしまった。こんな風になるんですね。自然科学ですが、自然科学は非常に価値のある、非常に重要な2つの結果を得ています。その1つは、1、五感でわからないものがある。五感というのは視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚です。感覚の全部を五感と言ってますね。この五感でわからないものがある。そういうことを理性でわかるような形で述べたことです。つまり五感でわからないものを理性の範囲内に発見した。これは不安定な素粒子の発見です。これが非常に大きい。東洋でも、東洋の大先達は、いずれも五感でわからないものがある、そう言ってますが、そういうものを知るには、凡人には働かない知力を働かさなきゃわからない。理性というのは凡人に働く知力です。理性の範囲内において、そういうものを指摘してはいない。だから非常にこの発見は大きいですね。人類にとって誠に有意義である、もう一つしてます。2、生命現象。五感でわかるものだけをいくら丁寧に調べていっても、いつまで経っても、生命現象は一つもわかってこないということを、やってみせることによって実証したことです。あんなに丁寧に自然を科学したのに、人はなぜ見えるのか、なぜ立とうと思えば立てるのか、すなわち人の知覚運動という生命現象のいろはが、全然説明がつかない。だから五感でわかるものだけをいくら丁寧に、いくら時間をかけて調べても、生命現象ということは一つもわかってこないということ、これは実際やってみせる以外に証明のしようがないでしょう。非常に簡単に、完全に実証してみせた。この二つのことは非常に大きな結果であって、人類にとって大変有意義です。この二つの結果によって、人類の生活に一大革命が起こるでしょう。全く生き方を変えなきゃいけない、
それほどの大きな結果ですが、そのことに西洋人は全然気づいていない。自然科学は西洋人がやったのです。したがってこの結果も西洋人が発見したのですが、こういうことを発見したということそれ自体に気づいていない。この調べ方でいくら調べても生命現象は分かってこないという結果ですね。特にこれに気づかない、不安定な素粒子の発見も、その本当の意義が分からない。しかし私たちは分かりますね。分かるからすぐにこれに基づいて一切を革命しなきゃいけない。戦後に生まれたり、教えられたりした今の人たちは、非常に、行動的、です。アメリカの新しい世代も非常に行動的なようだし、欧州に至っては、それまで行動的でなかったんだが、近頃になって非常に行動的になった。欧州は以前どんな風だったかと言いますと、日本の教育は明治以後、欧州の教育を真似たんです。そうするとどんな人ができたかというと、アメリカの教育を真似ると大体行動的な人が出てきた。欧州の教育を真似てた頃はどんな風だったかというと、理性的な人、人には理性というものがある。これを一番大事にしなければいけない。理性至上主義ですね。こういう人が非常に多かった。これは間違ったこと、非常にいけないこと。それで私、アメリカの教育の方がまだしも理性を大事にしないだけマシかもしれない、そう思ったんですが。つまり、何か大事なものが理性の代わりにあるというのではないが、行動的だったら理性を大事にしない。だからマシかもしれない。そう思ったんですが。しかしこの行動の本体を絡めなければ、一日一日をどう暮らせばよいかということは分かってこない。理性主義というのは、理性を裁判官にすること。これは自我が主人公になることの一つの形式です。非常に悪い。理性は召使いでなきゃならん。随分多いですよ。例えば学習院長をしていた漱石の弟子だという、安倍能生って、ああいうのを理性主義と言うんですね。あんな石頭は困る。頭なんかない方がマシ。行動主義ったら頭なんかないんですからね。石頭よりマシかもしれないと思ってる。ところで、西洋人の見ている自然は死んだ自然です。全然生きていない。五感でわかるものだけを調べましたから、五感でわかるものしか見ませんから。そうすると生命現象というものはわかりませんから、これは死んだ自然です。が、東洋人の見ている自然は生きた自然です。生きた自然であるということは変わりはないんですが、インドと中国と日本によって自然の見方が違う。同じようには見ていない。生きた自然には違いないのですが、中国では自然をどう見ているかというと、中国はなんていうか、無から、うに出て、最初のうを、生、と言うんですね。普通我々が無生物と言ってるものも皆生。生物はもちろん生ですが無生物も生。自然には無生物などというものはないと言うんです。例えば岩なら岩でも、古蘭生、という日本に20年ほどいる中国人がある。王朝明政府の法制局長官兼、情報局長官をしていた。王朝明が死んでその政府が河原へした時、蒋介石に捕らえられて殺されそうになった。それで日本へ亡命した。それからずっと日本にいるんですが、筑波山に住んでる。ところで、筑波山には山を開拓して梅を植えたりしてますが、それで掘り起こされた岩がゴロゴロしてる。それを古蘭生さんが見るのに、いかにも不格好。起き直せるものなら起き直したいと思う。しかし重くて起き直せない。人が手を下すとそんな風になるのだが、自然にある岩石はみんな良い格好をしている。これが正だ、名が全くないのではない、こう言うんです。無顔になるとき、無顔になろうとして上手くなれば正ですね。なり損なうことがある。このなり損なったものが、不安定な素粒子、だって、こう言うんです。しかしここでなり損なえば、また元の無に帰っていく。で、後をとどめない。そういうんですね。そして生は次に生物になる。無機物が、無生物が生物になる。生物を、名、という。名とは、まず生になる。生が名になる。生になったままの生は無生物、名が生物。しかし生きた自然だから自然を死んだものと見てない。だから無生物生物という風な言葉は使わない。
はじめから生という。その次は名というんですね。で、自然がわかるとはこの生がよくわかることだ。こういうことですが、生が名になろうとする、そしてなり損なうことがこの際起こる。生が名になろうとしてなり損なったものはどういうものかというと、これが、ビールス、です。ビールスはいろいろ種類がありますが、ビールスはこれは生物ではないから、毒欲で生を営むことはできない。しかし他の生物の中に入って、そこに住んで、独自の行動を起こして引っかき回すことはできる。ガンなどというものもそのためできる。例えばタバコ、タバコという植物、タバコの中に住むビールス、これを取り出すことに西洋人が成功したらしい。タバコのビールスを取り出してみると、これは完全な、結晶体。だから他の生物を離れれば結晶体、純然たる鉱物、無生物。タバコという生物の中に入れると急に独自の行動を始める。こういうのがビールスですね。ところが、不安定な素粒子もビールスのなり損ないです。だけど不安定な素粒子は元の無に変えることができる。しかしこの段階を過ぎて次のビールスのところでなり損なうと、元の無生物には変えれない。いつまでもビールスでいるのだ。だからビールスは生物ともつかず無生物ともつかない。自然は皆生きていると言っても、ビールスは例外で生きていないかもしれない。こんな風な話を聞いたんですが、その時私、ビールスが独自の行動をするでしょう。このビールスに独自の行動をさせているもの、これが仏教で言う、無明ではなかろうか、そう思ったんです。仏教のうちに、唯意識論というのがある。唯意識論はこう言ってる、こんな風に説明してる。人の心の一番奥は、第九識、アンマラ識、って言いますね。このアンマラ識の上に、と言ったらもっと浅い。これが、第八識、アラヤ識。この第八識の上に、第七識。これが凡人の心。これが、マナ識。このマナ識に至って、自我、が出てくる。自我中心の心。ところで、第九識と第八識の本質的な違いですが、第八識は、相対、になる。どう相対になってるかというと、物と心とが相対になってる。物と心との二面に分かれる。それが第八式。第九式はそんな風に二面に分かれてない。一つになってる。物というものもなく、心というものもない。物であるとともに心、心であるとともに物、そういうものしかない。つまり絶対なんですね。そんな風になってるって言うんですが、人の心を説明するのに、人の心の主要部分は、第八式であるという。第八式に二つの力が働いてる。一つは、無明、もう一つは、真如。真如というのは、第九式には限りなく良いものが限りなく多く造されている。これを第九式の明真如造成というんですが、その心の奥底の限りなく良いものが働く。これを真如が働く、第九式のことを真如とも言うんですが、そういう、人は真如と無明が両方働いてる。真如が働けば良くなり、無明が働けば悪くなる。そう言ってるんですが、その無明の説明がなかった。コラン星さんの話を聞いて、ビールスを行動せしめてるものが無明だと、そう思った。で、ビールスというのは、生物になろうとして生物になり損なったものなんでしょう。すべての生物を見ますと、生物というのは、善の上の子、です。すべての生物の中核は第二の心。二つの第二の心は不一不二といって一面一つ、一面二つ。そんな風なものだから、すべての第二の心は合一して一つになってしまっている。で、生物の心を深く尋ねていくと、どこまでがその生物の心であって、どこから共通の心であるという境目がない。そんな風になると言いましたね。だから善の上の子なんです。子であるためには独自の行動がいる。コラン星さんは、ビールスには酵素がないから独自の生命を、生活を営むことができないのだと言ってますが、ともかく善と関係を絶った子というものは一人では生きていけないものらしい。生きていくためには、いろんな良いものが出てこなきゃいけない。もっとわかりやすく言えば、
その体全体を主宰する力が働いて初めて生物です。でなきゃ一個の生物にならない。ところが、主宰性はここ、前にあるんですね。だから独自の行動だけでは生物にはなれない。主宰性は大宇宙を主宰しているその主宰性と同じ一つの主宰性が働く。だから前と関係を断ったので派主宰性は働けない。で、独自の行動と、独立という方にのみ一面に凝ってしまって、前との関係を断ってはならないということを忘れたものの慣れの果てがビールスになる。こういうことになるんですね。で、聞けば聞くほど、考えれば考えるほど、今の世界の若い世代の行動はビールスに似てる。自分の体を主宰しているものは自我ではないということを知らない。独自の行動は自我で起こすことができる。しかし体を主宰することは自我にはできない。そうでしょう。自我にできるのは、小便がしたいと思ったら小便に行くという、そして小便がうまく出れば快感を感じるという、そんな浅いところだけでしょう。もっと深いところ、体の細胞を主宰してる力が別に働いてるから一個の体として生き続けてるんでしょう。非常にビールスに似てる。自我に体が主宰できますか？それが人の分際なんです。コラン星さんの話、してしまいますが、宇の第一の改定が、星、でしょう。それから、命、でしょう。第三の改定が、五、だという、生物が次に人になって、そして人に悟りが開ける。ここまで来て次の改定ですね。日本民族、漢民族、それからインド人もそうでしょう。ああいうのは皆五のくらいまで進んでる。しかし西洋人は悟りが開けてない。そういうんです。そうすると西洋人は今後長くかかれば悟りが開けますかと、コラン星さんに聞いてみた。いや、決して開けない。一度悟り損なったらもうダメだ。永久に悟りは開けない。生から命になろうとしてなり損なったのがビールスで、命から語になろうとしてなり損なったのが西洋人だ。コラン星さんはそんな風に言ってる。ところがね、日本は今どんな風かというと、日本は今、産業国家。産業国家というものが日本に来て非常によくはびこっている。産業国家というのは、これはもう言うまでもなく唯物主義。どこから来たかというと、アメリカから来たんですね。産業主義というビールスが日本に来てる。で、日本は生きていますから、勤勉でもあれば器用でもあれば、それから一つになって働くということを喜ぶ。心を一つにして働かすと非常によく働く、喜んで働く。これは皆生きているということですね。新魚から来る、で、生きていますから、産業主義というビールスが非常によく繁殖した。ところが日本は生きてはいますが、まだ生きてはいますが、この産業主義という物質主義のビールスに取り憑かれてしまった。それで今の大抵の人の生き方は、わけもわからずにただ忙しく生きている。もはや人としての生き方ではない。ビールス的生き方ですね。そうすると日本は今、アメリカ産のビールスに取り憑かれた病気にかかってる。こういうことになる。なるほど西洋人とビールスとは非常に似ている。まあ、そう思った。わけもわからずにただ忙しゅうしてます。こんな生き方は人の生き方じゃありません。こういう風なんですね。これはビールスのために病気になってる生き方であって、本当に生きているんではない。一日一日をこんな風に暮らしたらいけないことももちろんだし、唯物主義、個人主義は非常に悪い。なかんずく唯物主義が個人主義という。個人主義というのは唯物主義の特殊な形です。生物が生物であってビールスでないのは禅の上の子だからです。単なる子だったらビールスです。この禅との連携を断ってる。こうなったらもう、一つも楽しいことはなくなるんですね。一番悪い、産業国家だけではありません。自我を主人公として生きるのが自主的な生き方だなどというのは、これはやっぱりビールス病です。そうすると生命の根源から命の水が湧き出るということはなくなる。自我から命の水が湧きますか？ちょっと考えてごらんなさい。自我を押し通そうとして、足を踏まれた犬のようにキャンキャン言い合ってる姿を横から見てごらんなさい。そんなところから命の水が湧きますか？湧くはずがない。福沢諭吉がバカなやつで、自由とか権利とかがいいって、こう言ったんです。
福沢諭吉、ビールス病の元祖でしょう。これはどう言うべきかというと、自我というのは生姜であって、真の自分ではない。しかし人類進化の現状は甚だ低く、多くの人は自我を自分と思いがちである。だから人に対してはその自由や権利を認めるのが良い。そう言うべき。なお念のため、自分がそういうものを主張するのはもとより間違いである。そこを間違えてるんですね。他が個人主義、自我を自分と思ったり、あるいは物質主義。物質的幸福を喜んだり、たとえそんなことをしていても、嬉しそうにしている。そうすると余計な詮索はしないで、自分も嬉しくなりなさい。こちらに意味がある。自分が主張せよって言ったんだから無茶です。そうするとビールスの行動になってしまう。1300年ほどの間、仏教は生姜と真姜の区別を解いてきた、明治の初めまで。福沢諭吉、それがわからんって言うんだから、実にバカです。それを今日、大思想家だと言ってる、思ってる。福沢諭吉はバカだからっていうようなことを言ったんです。自動車の中で、そうすると助手席に乗ってた若い人が、後ろを振り返って僕を睨んだ。世界全体、特に若い人たちが生きているということに望みを失ってる。その症状を詳しく説明すると、病理を説明すると、こんな風なんです。それで禅の上の子として生きるにはどう生きるのが良いかという細かい注意ですね。ともかく、生物になろうとしてなり損なったビールスにしろ、悟った人になろうとしてなり損なった西洋人にしろ、共通のところがある。惑星が志を立てて優勢になろうとする。それがうまくなれればそれで良い。なり損なったものに、彗星、というものある。彗星というのは、独自の行動を起こすということにのみ気が入ってしまって、その一面に変して元のものとの連携を、つまり太陽と連携を保つ、太陽とのつながり。これを非常に軽く見てしまったんですね。それでほとんどハイパーバラ、放物線、のような軌道に乗って、楕円形の軌道に乗らない。これに似てる。優勢独自の動きということも大事だし、太陽との引力ということも大事だし、二つよって優勢は軌道に乗る。その太陽との引力、つまり元のものとのつながりを忘れたんですね。で、唯物主義は間違い。唯物主義の害の一番は甚だしい形が個人主義。そうすると問題になるのは自分です。釈尊は、諸法無我、と言ってます。諸法無我というのは、自分というものはないのだ、どこを探してもないのだ、そういう意味です。その自分とは生姜のことです。自我のことです。で、ここを詳しく見ようと思います。あなた方、小説、を読むでしょう。小説を読んでる時にはいろんな人が出てくる。その皆が皆までじゃありませんが、そのいろんな人が自分だと思って読んでるでしょう。何も主人公だけを自分だと思うんじゃない。副主人公なんかも自分だと思って読んでるでしょう。だから、自分は固定されてない。ある時はある人が自分であり、他の瞬間には他の人が自分。そんな風に読むから小説は面白いんでしょう。読みふけってたらおのずからそうなってるでしょう。だから人には小説を読むという能力がある。その時自分の位置は一定しない。もう一つ、夢、というものがある。夢には時として自分が出てくることがある。しかし多くの場合、自分は出てこないんです。何か夢に夢の主人公というようなものがある。それも固定されていない。小説や夢の、ん?そしてそれが主人公になってるその瞬間には、その人の心という方向から夢を見てる。心が実に巧みに情緒の彩りで書かれてる。じゃもう一つ赤ん坊。幼児。幼児の遊び方を見てもその通り。自分というものを様々な位置に移して、そうしてその瞬間瞬間に浸り切っています。これを通じてみて、人は心の様々な位置に身を置くことができる。この位置を指して、自分、という。人本然の生き方において、自分といえば現在、心を集中しているその場所、それを言うんです。この自分は何かというと、妙観雑知の自分。道元禅師は、本来の面目、と題して次のような歌を詠んでるということを言ったと思いますが、春は花夏ほととぎす秋は月、冬雪さえて涼しかりけり、これはやはり、
実際そうするには妙観雑知を使うのです。花を見てるときは花になって花を見、ホトトギスを聞くときはホトトギスになってホトトギスを聞き、月を見るときは月になって月を見、雪を見るときは雪になって雪を見る。これが人と大自然との一番普通なつながり。こういうことができるのです。こういう風に外界とつながっているから、赤ん坊は常に第三者から見て幸福に見える。赤ん坊自身は幸福を意識しませんが、幸福に見える。また夢はいかにも面白い。また小説を面白く読むこともできる。みんなこの自分をこう見てる。自分というものはあるにはあるが、時と場合とによって位置を変える。固定されてない。それを諸法無我と言うんです。コランセイさんは筑波山で塾を開いてる。そして論語なんか講義してた。その時一人の青年に目をつけた。非常によくできると言って、非常によくできるじゃない。有望だ。行いなんか聞いたんでしょうな。そして望みを食してた。ところが何かの折に、その青年が、梅と桜の区別、がわからないということに気がついた。で、そのことと次のこととどう繋がってるのか知りませんが、こんな風ではいくら教えたってダメだ、そう思ったらしい。それでこの頃では、筑波山の塾は到底ものにならない。しかし日本には有望な青年がいると、そう言ってますが、ともかく梅と桜の区別がわからんというのは、それくらい失望すべきことなんです。梅と桜の区別というのは、これは感覚の区別では気がつかない。情緒が違う。情緒が全く違うんです。梅は梅の情緒、桜は桜の情緒、似たところもない。だけじゃない、梅の情緒も非常に心を引く、桜の情緒も非常に心を引く。だから見誤るなどということは、これは金輪際ありえない。自我を生かすと、子というものが生きてしまう。自我を忘れる。自我を離れることを、無我、という。無視、とも言う。無心、とも言う。使い方は皆違う。少しずつ意味が違ってるんですが、大体第一の心を離れること、これが禅とのつながりを持つということです。自我が子ですね。この特徴は自我ですね。だから自我を働かすということもいるが、自我を離れるということもいる。そうしないと生きるにならない。特に生きる喜びは禅から来るんです。自我から生きる喜びの来たるわけなんかない。自我とはどういう種類のものか、人の自我を見てごらんなさい。あんなところから生きる喜びの出るわけなんかない。自我を押し通すことが上手なのは、投資、ですね。幸福というものがああいう彩りのものから出るわけなんかないでしょう。しかし大体の話以外には、これ本当に、ちぎれ雲のようにわかっただけですが。それでもどちらの方向が大事かという、そのヒントだけは与えることができたと思います。生物とはそういうものなんです。